大石さんはここで手を引かれた方がいいと思いますうんそれはどういう意味ですか大石さんは今年で定年です私は職を失ってもまだどうにでもなる年齢ですがあなたにはリスクが大きすぎる赤坂リカちゃん真面目に何十年も働いてきた人にとって退職金というのはとても大切なものなんだ それを棒に触れなんてことを簡単に言っちゃいけない。僭越ながら、私も赤坂さんに賛成です。おいしさんはここで降りた方がいい。<laughs> 若い方々に殺されちゃいましたね。退職したら北海道でサイでも作って社交ダンスを習い。のんびり余生を送るつもりでいたんですが。 クビになって人生設計がパーになるのは確かに痛いそれにもうおやすさんを殺した犯人の捜査もできなくなるおいしひなみざわ連続開始事件の真犯人はその先ではないのです <laughs> <え>そのうちきちんと説明するのですだから連続開始事件の黒幕が その気だという考えだけは捨ててほしいのです。うん